まあ今年の結果というものは決して誰一人満足のいくものではないと思います。でもそれが今現在の自分たちの力なのかもしれません。選手たち含めて全然もっともっと強くなれるチームだと僕は思っています。自分たちのチーム伊賀 FC くのいち三重が少しでも上の順位に上がれるように、皇后杯で結果を出せるようにこれから取り組んでいきたいと思います。今シーズンはなかなか勝てない試合が多くて、応援していただいている皆さんにもすごく腹立たしくて悔しい思いを何度もさせてしまいました。それでもどんな時も前向きな言葉をかけてくださり、私たちの背中を押してくださってここまで戦ってこれたと思っています。このメンバーでまだ戦える皇后杯が残っているので、そこにつなげてこれからやっていきたいと思います。今シーズン本当にたくさんのご声援ありがとうございました。